さんこんにちは、こんばんは、ルーシーです。本日はですね、モンストの方をプレイしているんですけども、ルパンコラボの、次元をちょっとね倒しに行きたいと思います。で、寸分狂わぬ腹打ちの名手究極ですね。私ルパンのキャラの中で結構次元好きです。銃がね、銃を持ってるキャラが結構好きなんでね、ちょっとね。で、ギミック分かりません。はい、今ちょうど今の21時ぴったりにね、ちょっと撮影してスタンバって撮影してるので、ちょっとギミック分かりません。なので予測でワープと重力バリアかなと思ったので、それ系でまとめてみました。では、ね、早速行ってみたいと思います。はい、あれです。危ない危ない、こっちこっち。はい、行きたいと思います。寸分狂わぬ早打ちの名手究極。私ね、銃をね持ってるキャラクターすごい好きなんだよね。なんでもかんでもゲームで言うとあれ違うかな、デビルメイクライとか、ああいう系のゲーム結構好きなんだね。では行きたいと思います。プニプニくんやん、プニプニくんがいる。あと漫画で言うとあれが好き、ドラクラブーンのレビューかな。知ってる人いるかな、ブラックラグーン。ブラックラグーンね、ダントツで好きなんだよね、アニメと漫画。素晴らしい。超好き。まあでも、レビーのフトラスがすごい欲しいもんね。フトラスが超欲しい。よかった、貫通タイプ。あれちょま、ちょま、ちょま、ちょ、プニプニくん土台の上に乗っかってた。全然分かんなかった。プニプニくんやめてよ、そういう。ちょ、これ上回らなきゃいけないってこと？え？これ難しくない？激しい、パンタグデップ、パンタグデップ。激しい。反射制限で合ってるよね、多分。ああ、そうだ、反射制限だ。それ。なんか石の上に乗っかってるからなかなかだった、なかなか。あと2ですね、あと2。ジグガさんのアジンキラーがすごい役立ってるね。すごく。ダメージウォール出てきたよね。ダメージウォールと、今のところ出てきたのが重力バリア、ダメージウォール、反射制限かな？邪魔しようとしてる感じでしょ、これ。このプニプニくん、マジでマジですか、バカにできない、これ。ここエグい。ファンタグレープとか言ってる場合じゃない。エグい、エグい、エグい。おぉ、取れるかな。いや、
次元ここに左下にいた次元さんよりもプニットくんが超厄介だな。これめちゃめちゃ厄介だ。この岩さえね、ブロックさえなければなんともないんだけど、これがあることによって貫通でシャキンっていけない、シャキンっていけない、いけない、いけない。結構時間食うな。ちょっと怒ったよ、絶対怒ったでしょ今。バトルすごい、バトルすごいです。もうやめてほしい。この岩系のプリットくん、このプリットくん結構ねえぐい攻撃してくるから早めに倒した方がいいかも。ここはえぐいね、攻撃してくる。これえぐい、えぐいえぐい。私うわー、ちょっと待ってよ、プニット君どうにかしたいけどどうしようもないな、これ。まあ、そうなりますよね。バイ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 。見た？今の見た？何今の？何今の？すごい狙い撃ちされた狙撃手？狙撃手がどっかいた？あかんなこれ。あかん。あかん。ゲーム、アイボー。え、なんか、なんか死んだことに気づいてないみたいな。狙撃手にやられたよ。はい、てなわけでね、ちょっと、早速次元チャレンジしたんですけど、攻撃、ターン長めのやつかな、次元の。なんか、狙撃機種にやられました。バキューバキューバキューって。背後切られたなぁ。悔しい。まぁ、ちょっともギミックを買ったので、ちょっとそれを考慮して、またちょっと、パッて組み直したいと思います。はい、というわけで、本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。次の動画もよろしくお願いいたします。みんちでした。じゃあねー。